今日も笑顔でこんにちは、フルです。本日もフルの弾き語り配信ラジオをお聴きくださり本当にありがとうございます。はい、というわけでですね、今日は早速どんなことをこの配信ラジオでお伝えしていくかっていうことなんですけれども、早速ですね、その内容に入っていきます。今日はですね、皆さんにぜひ知っていただきたい言葉があるんですよね。知っていただきたい言葉、この言葉は僕は普段から頻繁に使っているんですよね、だけどなぜか僕しか使ってないんですよね、その言葉。すごく使い勝手がいくて、日常の中でよく多用する言葉なんで、ぜひ皆さんもその言葉ですね、その言葉を覚えてもらって、日常生活の中でどんどん使ってほしいなっていうふうに思うんですよね。で、その言葉っていうものは北海道弁です。はい、どうやら北海道弁のようなんですよね。僕はもう北海道弁っていう意識もなく使っていたんですけれども、誰に聞いたんだっけ？うちのおばあちゃんか誰かに聞いてみたら、それ北海道弁だよっていうことで、結構昔はね、よく使ってる人もいたみたいなんですけれども、今はほとんど耳にしないんですよね。僕以外。全然みんな使ってないんですよ。北海道でも。北海道であってもそうなので、今これお聞きくださっている、道外の方であれば、もちろん、使っていないでしょうけど、すごくいい言葉なんでね、今日はぜひその言葉を覚えてもらって、どういう時に使うかっていうことを、紹介していこうと思うんですね。こういう場面で、この言葉を使ってほしいっていうのを、紹介させていただくんで、皆さんも日常の中でそのような似たような場面があったら、その言葉をどんどん使っていってほしいなっていうふうに思います。はい。で、もったいぶっているんですけれども、その言葉ですね、その言葉はおだつです。はい、おだつ、おだつ、この言葉をですね、ぜひ今日から皆さん日常の中で使っていってほしいと思うんですよね。この言葉があれば、この言葉でなんか全部すべて、腑に落ちるんですよね。腑に落とすことができるんですよ。こういう場面で、おだつっていう言葉が、適切なんだなっていうふうに、思うことができるんですよね。おだつっていう言葉ですべてまとまるっていう、ことなんですよね。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないんですけれども、そのおだつっていう、意味は、おそらくですよ。おそらくっていうか、多分そう、でもそうだと思って使ってるんですけど、おだつの意味、意味って言われると、結構伝えにくいんですよね。標準語でそのおだつの意味を伝えるとするならば、はしゃいでいるとかですね。はしゃいでいる。調子に乗っている。とか、そんなようなニュアンスの意味なんですよね。おだつ。そのおだつ人。おだつ人のことを、おだっているって言うんですよね。あの人おだっている。っていうような感じで、使うんですよね。おだつ。おだつんじゃないよとかですね、おだってんじゃないよみたいな感じで使うわけなんですよね。ニュアンスとしてはそのような感じですかね。はしゃいでいる、調子に乗る、図に乗っているとかですかね。そんなようなニュアンスなんですけれども、これだけではちょっとわかりにくいと思いますので、今日はこういう場面で使っていこうっていうことを、画像をですね、画像を見ながら、説明していこうと思います。はい。
それではどんどん紹介していきますね。はい、それではこの映像をご覧ください。はいはい、完全にこれはおだっていますよね。うん、これはもうおだっています。もう 100% どっからどう見てもおだっているんですよね、この人。うん、こういう人を日常の中で目にしたら、あ、おだっているって言ってほしいんですよね。おだつなーって、もうこの人に向かって叫んでほしいわけなんですよね。うん、そんな感じで、まあ、おだつ、まあ、使うんですけれども、まあ、続いてはこちらです。はい、どうぞ。はい、おだってますね。はい、田中邦衛さん、おだってんじゃないよ。うん、まあ、これはおだってるんですよね。これ北の国からなんですけど、まあ、この場面はどういう場面かっていうと、まあ、純くんはですね、まあ、純くんが、まあ、東京に常に憧れを持っていて、まあ、東京に、まあ、富良野から、北海道の富良野から東京に出ていくんですけれども、その東京でですね、まあ、知り合った女の子、うん、知り合った女の子を孕ませてしまったんですよね。まあ、純くんは、妊娠させてしまったんですよ。うん。東京で出会った女の子。で、その、女の子の、まあ、両親、まあ、特に父親っていうものは、すごく厳しい人で、めちゃくちゃ怒ってですね、うん。まあ、その、お父さんに、謝りに行くために、田中邦衛演じる五郎さんはですね、まあ、純くんのお父さんなんで、まあ、五郎さんは、富良野から、来たわけなんですよ、謝りに。そして、おい、純って言ってる、まさにその、東京に出てきて、まあ、純くんを見つけて、純くんを呼んでいる場面なんですけど、これちょっと見てもらえますか？カバン持ってますよね、カバン。うん。脇にカバン抱えてんですけど、カボチャ入れてきちゃったんですよね。カバンの中に。カボチャ。カボチャ6個ぐらい入れてきたんですよね。カボチャだけ入れてきたんですよ。カバンに。カバンにカボチャだけ入れてきますか？普通。おだってますね、これ。完全におだってます。で、この、カボチャ、カバンに入れてきてどうするかって言うと、その、お父さんですね。まあ、孕ませてしまった、純くんが孕ませてしまった、女の子のお父さんに、誠意ですって言って、このカボチャ、渡すんですよね。うん。五郎さんの誠意はカボチャだったっていう、まあ、そういう、おだってますよね。うん。はい。まあ、五郎さんは、おだってしまったっていうことなんですよね。はい、じゃあ続いての画像はこちらです。はい、どうぞ。はい、おだっちゃいましたね、りょうくん。石川りょうくんはおだっちゃいました。はい、りょうくんおだって覗いちゃってますよね。うん、これはおだってます。で、続いての画像はこちら。はい、どうぞ。はい、おだってませんか、これ。これ、まあ、何がおだってるかというと、このアプリは最新のバージョンではありません、アップデートしますか。もうはいしかないですよね、これ。まあ、僕これはいしか選択できないじゃないですか。ということ？これおだってますよね。アップデートしますかって聞くんだったら、はいかいいえですよね。うん。もうこれアップデートするしかないじゃないですか、これ。ちょっと。こら。おだつんじゃない、本当に。
そうなんですよ。まあこれもしょうがないからハイにするんですけどね。うん。そしたら最初からこんなおだたないで、アップデートしますでいいんですよ。このアプリは最新のバージョンではありません。アップデートします。で、はいがあれば、僕も気持ちよくはいを押すんですけど、アップデートしますかって聞かれてんのに、はいしか選択できないって、これは完全におだってんな。うん、はい。まあそういうことで、まあ本当日常の中では、まあいろんなおだってることがあるんですよね。はい、で、まあ、まあ、次ご紹介するものは、まあ、アニメですね。まあ、アニメの中でも、まあ、おだってることが実際起こってるわけなんですよね。はい、それではどうぞ。こちら。はい、どうぞ。はい。おだってしまいましたよね。しまじろ、この、おだつんじゃないよ、本当に。うん。これ、一見何がおだってるか分かんないかもしれないんですけど、よく見てほしいんですけど、これ糸電話してるわけなんですよね、島次郎。糸電話。耳そこじゃないでしょ。ね？島次郎。耳そこじゃないでしょ？そうなんですよね。耳上にあんのに、島次郎、人間の耳の位置に糸電話当ててんですよね。もうこれおだってますよね。うん。しまじろ、耳上にあんのに、おだって、人間の耳があるであろう位置に当ててしまったっていう。そういうおだったしまじろなんですよね。うん。はい。それでは次ですね。はい、どうぞ。はい、おだった。はい、おだった。はい。はい、まあ、これはもうおだっているっていう状態です。はい、それでは続いての画像どうぞ。はい。はい。まあ、この男性ですね。まあ、これ何なのかっていうと、もう100均に行った時に、まあ、カッパですね、カッパ。アマガッパ。アマガッパを探してて、見てたら、そのアマガッパのパッケージに、なっていた、まあ、男性なんですけど、まあ、この男性が、この後、ものすごいおだつんですよね。びっくりしたんですよ、僕。この後、この男性の方が、もう、信じられないほどおだつんですよ。はい。まあ、もうちょっと、この時点でもちょっとおだっ、てるんですけどね、もうすでに、うん、なんかふんって歌ってるんですよね。ちょっとふんって感じで、ズボンちょっと上げてますよね。うん、もうこれけっ、うん、まちょっともう歌ってるかな、うん、まあ、まあ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 なんですけど、本当びっくりしますよ。びっくりしますよ。次の映像、この男性が彼女、この男性の彼女を連れてきた瞬間、めっちゃおだつんですよね。はい、どうぞ。はい、おだったー。はい、おだった。おだったー。おだっちゃったね、ほんとに。もう。ほら。めっちゃおだってますよね。うん。なんか、急に彼女連れてきた瞬間、このおだちをすごくないですか、これ。どこ見てんの？なんか、うん、その見てるその眼差しの先がまずおだってますよね。まず眼差しがおだっている。うん。そして。まあ、なんか、彼女が来たからって、ちょっとおだって、格好つけてますよね、急に。うん。しかもですよ。その彼女、なんか、あんま可愛くないですよね。そういうこと言っちゃダメなんですけど、うん。この男性が思ってるほど可愛くない
のにおだってるんですよね。うん。っていうか、このパッケージなんで選ばれてんのっていう感じですよね。おだってますよね、本当に。このパッケージに選ばれたことがおだってますよね。うん、この二人が、このアマガッパのパッケージに選ばれたことがおだっている。うん、ですよね。うん、まあ、そういう感じでした。はい。わかったでしょうか。まあ、こういう感じで、まあ、おだっているっていうふうに使うんですよね。うん。わかったでしょうかね。うん。まあ、今日のそのおだっているの説明は以上になるんですけど、まあ、ぜひですね、ぜひ、まあ、あなたも、もしなんかおだってる画像、うん。これはおだってるんじゃないかっていうものがあったら、まあ、携帯カメラなんかで撮っていただいて、送ってほしいんですよね。うん。もう世の中に溢れるおだっていることを、どんどん僕、見ていきたいなというふうに思ってるんで、僕のブログの方にですね、僕の、メールアドレスとかも載せていますので、ぜひ、あなたも、日常の中で、あ、おだってるっていうものが発見できたら、それをカメラに収めてもらって、僕に送っていただきたいなっていうふうに思っています。はい。お待ちしています。ぜひ、あなたも今日からおだっているものを探してみてください。そして僕に送ってください。お待ちしていますね。はい。まあ、ということで、まあ、今日の、はい、配信ラジオは以上となりますね。いつもの通り、最後は僕の弾き語りをお送りしてお別れしようと思います。今日お送りする曲は、リクエスト曲ですね。愛さんからのリクエスト曲で、夜空の向こうです。それではお聴きください。それでは、笑ってまた来週お会いいたしましょう。フルがお送りいたしました。どれだけ残っている